こんばんは、板垣です。今日はですね、ここはどこかというと、我が家のベランダですね。今夜の12時前かな、もう。なので、こんなね、小声で喋ってますけども、なぜこんなとこにねいるかというと、昨日ね、まあ、この暑い夏ですけども、ふとねベランダにこう日傘じゃない普通の傘、折りたたみ傘をベランダに干してるの忘れてて、で夜ね、昨日の夜裸足でこうベランダに出て、この折りたたみ傘をやってる時に、しまってる時に、結構これ気持ちいいなと。まあその時裸足でね、ちょっと出てきちゃったんで、ちょっとねこう座ってみたらね、これなかなかいいなと思って、でキャンプ用っていうか山用かなの、お尻に敷くマット、これですね、このマットを、いい具合ですね、こうやってお尻に敷いて、昨日缶チューハイとかね、ちょっと持ってきて飲んでたんですよ。でこれはね、まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、まあ実践されてる方も、いっぱいいるかもしれないです。普通の一軒家とかね、例えば屋上があるとか、まあね、縁側がねあるとかいう人はこういうね夏を楽しんでるかと思うんですけども、私はちょっとね、なんかびっくりしたでもないですけどあ、こんな気持ちいいんだなと。で、まあ、夏の夜も歩いてると暑いですけど、じっとしてれば結構夜涼しいんですね。でここは3階なので、まあ、風もなかなか抜けてくるので、全然暑くないですね。でこれはいいなということで、ね、ちょっとこうして楽しんでみようかということで、今日はまあね、明かりをちょっとここに置いて、ランタンですね、キャンプで使うやつ、まあ本当は焚き火がねできればいいですけど、ここは完全に住宅街の、ど真ん中なので、それはちょっと許されないので、ちょっとランタンなんか置いてね、ろうそくとかアルコールランプとかそういうもので、代用しても雰囲気が出るんじゃないでしょうか。あとはですね、まあ、ここにはね、うちのお気に入りの、植物なんかがね見えたりして、そして今日は、お酒はねちょうど焼酎が切れていたので、買ってきました。なんだっけこれ、720ミリリットルのボトルで1000円弱、かなり安いですね。見えないですけど、博多の花、琥珀の時紅芋、どれが名前なんだろう、あ、ブランド名は琥珀の時かな、うん、あ、博多の花琥珀の時、うん、紅芋焼酎ですかね。なんかアルコール度数が27度あってちょっと高めです。こんなのをねですね買ってきて、こんな風にね氷だけ入れて、あ、美味しいな。ちょっとやっぱ芋焼酎なんで甘いですけども、はい。でですね、重要なのはやっぱりこの裸足ですね、見えなくなってる。
サンダルそこに置いてあるんですけど、裸足がいいんですねこれ。まあうちのねベランダは下がコンクリっていうかモルタルっていうんですかね、若干ひんやりしてるんですね。なのでより、裸足のねメリットがあるのかなという感じです。であと心配される虫とか蚊はですね、今のところ刺されたことはないです。はい、3階までは登ってこないのかなという感じですね。まあここでねさらに虫の心配があれば蚊取り線香なんかを焚くのも風情があっていいんじゃないでしょうか。あとですね、おつまみですが、まあ夜なんてねそんなに凝ってもしょうがないので今日はこれですね、ベビースターラーメン、スーパーで売ってる、4袋100円とかそういうやつですね。これいつも私食べます。ベビースターと、今日は焼酎のロックということで、こういう感じですね。まあね晩酌するのに今こうやって喋ってるからいいですけど、まあ私はどっちかというと家に帰るとテレビをすぐつけてしまったり、お酒飲む時もねこう YouTube を見てたりとかしながらじゃないとダメな感じなのでね、まあちょっとね素敵な気取ってやるならばね文庫本をねこのとこで読んじゃうとか、そういうのもありですね。まああとはねもう iPad とか置いちゃってねもう映像コンテンツを見ながらっていうのもいいんじゃないでしょうか。でこのね夏のいいのはね虫の声が今ちょっとマイクには入ってないかもしれないですがこれがまたね風情があってよろしいんじゃないでしょうか。はい、というわけで長くなってまいりましたが最近こういう楽しみを見つけたのでちょっと、皆さんも残り少ない夏ね台風10号がどっか行っちゃうのかなと思ったらこっち来るんかいっていうね、週末は台風が来るのかなという、もう夏も終わりかけていますが、こうやって楽しむのも、一つ夏のねいいところということで、動画の方ですがね、最近火曜日にアップしたのはボツネタ発掘ということで、最近ねちょっと仕事忙しくてネタがないので、おととしのめんどくさくて編集しなかったやつを持ってきたりしてました。あのシリーズあと2回ぐらい続くかもしれません。はい、そんな感じで、今日はベランダライフ、ベランダ晩酌のおすすめということでお送りしました。